限りの海ですよ。つまり絶景です。ここがあなたの来たかった場所なんですね。船の上から見る夕日もロマンチックで素敵です。あれってもしかして灯台ですか？ああ、少し前に立ったばかりなんだ。我らが陛下のおかげさ。この辺りはちょっと前まで魔物に荒らされててな、寮には出れねえ、観光客も来ねえ、俺たちの生活は立ち行かない状態だったんだ。ランドソルの町も復興中だったしな。正直こんな田舎にまで援助が来るなんて期待してなかったが、それでも藁にもすがる思いで嘆願書を出したんだ。そしたらあの灯台の建設計画が始まって、俺たちはみんなびっくりこいたぜ。あれのおかげで船の遭難事故も減ったし、魔物も近づかなくなったんだ。おかげで安心して暮らせる。でもその陛下について皆さんから結構不安の声が上がってるみたいですけど。はあ、確かに俺たちも最初はそうだったな。だがよ、家族揃ってうまい飯が食える、そんな毎日を取り戻せたのは陛下のおかげだ。だから俺は今の陛下を支持するぜ。まあ前の陛下よりはマシって意味ではあるがね。うん、頑張ります。勉強になりました。あの、今の話あなたは知っていたんですね。そりゃそうさ、そこの兄ちゃん陛下のファンらしくてな、他にも陛下が視察した村へ行ったり、いろいろ追っかけやってるみたいだぜ。しかしいくらファンとはいえ、彼女と灯台を眺めるってのは真夏のデートとしてどうなんだ。私は嬉しいです。あなた陛下のファンだったんですね。そうですか。あの、もう少しだけここにいさせてください。この景色をちゃんと目に焼き付けておきたいので。あなたからのサプライズびっくりしちゃいました。あの、帰る前に少し話をしてもいいですか？その告白タイムってやつです。船長さんは言ってました。寮にも出られなくて観光客も来なかったけど、あの灯台のおかげで悩みが解決したのだと。今日私と海の幸を堪能してくれたり、観光客のにぎわう浜辺へ連れて行ってくれたり、最後にあの灯台を見せてくれたのは、やっぱり最初から全部私のためだったんですね。実は王宮に残ることになった後、私は心の片隅であなたと会えなくて寂しいって思ってました。でもあなたは遠くからずっと私が陛下としてやってきたことを見守ってくれました。私の味方でいてくれて、思いに距離は関係ないって教えてくれました。だから私、またへこんじゃうことがあれば思い出します。大好きな人と過ごしたこの夏を、いつかまたここで私とデートしてくださいね、ダーリー。